国民民主党森友子が風評被害を撒き散らし批判殺到福島原発の処理水で本日国民民主党の森友子さんが国会にて処理水が科学的に安全だったら大阪湾に流すというのは無責任だと主張してしまいましたこちら福島原発の処理水は これまで世界中の原発から放出されていた処理水と全く同じものであり、問題ありません。こういった処理水について、政府や与野党が一体となって、国民に理解を求め、風評被害を防げば、いいんじゃないんでしょうか。国民民主党は、森ゆこさんは、こういった 何の問題もない処理水に対し、このような風評被害を国会で垂れ流し、NHK で中継させてしまいました。本当にですね、このようなおかしな野党が、おかしな国会議員が国民を直接的に貶めていると、侮辱している、差別しているという、 事実がございますので、皆様、このようなおかしな政党やおかしな議員には絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。